はい、お願いします。はい、音を上げます。それでは、ということでですね、くだまとを語るオンライントークの最後になるんですけども、くだまとを語る04、今から始めたいと思います。今日はですね、最後ということなので、今までは、くだまとさんを実際知らなかった世代、まあ、30年前は、中学生、高校生、行っても大学1、2年生だった方々が、想像してもらってお話しました。で、今日は、もろ、どっぷり、その倉丸さんに、時間を共有した、方々を、お二人、お招きします。まずは、81年ですね。辞めたの。そう、81年まで、倉丸デザイン事務所に所属していた、インテリアデザイナーの近藤康夫さんです。で、次にですね、本当に安次郎さんって感じです。今日なんかね、急にお腹痛くなって、なんか写真家の人を呼ばれてたみたいなんですけど、ダメなんですよ。今日ちょっとね、中道さん見てたんですよ、僕は。あ、中道さん。ね、中道さん。中道さんね、いや、この間、リハーサルの時来て、なんで僕を呼んだんですかって飯島さん聞いたらば、いや、あれね、お前好きなんだって言って。ああ、そんな、そんな話しちゃいますね。それで怒ったのかな、思いつきで呼ばれて、長井さんね、すごい苦労してたんですよ。ということで、今日は本田康二郎さん。今日は本田康二郎が入りましたっていう。すごい、本当は近藤さんの弟でございまして。で、写真に関係されている方なので、倉松さんの仕事についても、触れ合いがあった。というふうに聞いておりますので、この二方をお招きして、進行役は、倉松を語る実行委員会のずっと3回までご一緒にいました、JCD の飯島です。よろしくお願いいたします。で、今日はですね、もう3回までやっていて、提案の問題がちょっと発生したんですね。それはビール問題っていう。台湾のビールなのか、キリンの小瓶のビールなのかっていうことが、実は近藤さんからちょっとクレームが入ったんで、まあ、その辺からここは近藤さん、ちょっとお話をしていただければ。近藤です。ではよろしくお願いします。今回はですね、今までどちらかしかあって、山道さんの代理までしたけど、安次郎でございます。まあ、映像というよりは、ラジオでも、2人で喋ったり、今から3人で喋ったりっていうような形にして、皆さんの質問にお答えするというのがいいなっていうので、これから話にしています。それの初っ端にですね、1回目に出た、B 問題。ハートランドビールをその時に、倉松さんに飲んでいただいて、スタッフさんの話が、ちゃちゃ増えてしまう。私がいた頃、私は81年にやりましたけども、倉松事務所に入ったのが1977年、その頃の事務所でですね、必ず用意しておかなきゃいけないのが、このビールの小瓶、キリンのビールの小瓶をギンギンに冷やして、キンキンに冷やして、キンキンに冷やして、冷蔵庫はあった、冷蔵庫はもちろん、ワインでなかったらないで、ワインで。ビールはまだみんな。今日この質問の中に、倉丸さんって何日なんですかとか、一般的に言うと、倉丸さんって非常にストイックな、神経の細い人が何なのか、いろいろ皆さんの場合になってらっしゃるかもしれないですけども、そういうことを紐解いていくのにも、最初にこのビール問題です。普段の、ね、立ち居振る舞いっていう形を、通す。で、我々が、このビールをお客様に送ると、持っています。当時、倉丸事務所が、女性がいないんですから、客室の、実は残念ながら、亡くなってしまった、私の前として、大山さんという2人のスタッフがしたんですよ。これを思いしますと、倉丸さんが、こういうふうにですね、おもむろにビールをこう、します。で、今日は、長見さんじゃないや、安井さん、何秒だったの
みたいな話で、喋りながらドラマさんずっとこうしてます。それは何ですか？頭ってくるんだよ。あ、ヒンディングに出てるやつ。ヒンディングに出てるやつを、ドラマさん温めるさ。そうです。で、ドラマさんこうやったの。ビールのドラマさんを見た。ドラマさんって、で、これは本当絶対私たちがやってるんだ。ああ、自分でこれ。で、先生に来て、バックループ入ってます。で、ドラマさんの思うですね、自分で、ね、その自分の手から感じる温度を感じたときに、線を抜いて、で、線抜かれちゃったらどうしますか？で、通路、優しいです。通路は、やっぱりグラフで行くんですか？過ぎます。あ、なんかグラフなんですかね。うわっすね。ええ、なんか、それで、なんか、いいグラフは、あ、いいグラフは、あ、いいグラフは、あ、ちょっと、断念させてください。断念してください。でも、すみません。よく見てください。担任者です。はい。ギャラリー、田村亮でですね、寺本さんの、アウトサイダーズンだと帰国してます。で、これ、お持ちした、この、ワイングラスの形をした、これ、照明なんです。サンバ M といって、寺本さんが1988年、はい、デザインしたものですね。あ、これですね。はい。で、当時の技術は、赤色発光ダイオードっていうものを使って、ボタン検知、当時の技術だと、もう数えることしか作れなかったんです。これ、ギャラリー田村君の企画で帰国しました。はい、赤色と、なんだっけ、ダイオードっていうのは、どういうやつだったんですか？まあ、LED ですよ。LED、はい、LED の話。はい。わかった、ステレオについては、あんまり、ちっちゃい赤い電気ですよね。あれです。あれで、あれができたんですね。で、今の技術だと、もう作れるようになって。すごいね。バッテリーがないですからね。充電してできます。なるほど。こういうふうに、使って、ぜひこれでですね。ちょっとこんな感じで飲んでいいですか？じゃあ、これで飲みます。よし。あ、じゃあ、飯島先生もこれで。よいしょ。あ、もう一個あれだ。あ、それから見たら、じゃあ、どうぞこれ皆さんで、はい、皆さんで、はい、楽しんでいただけたらな。これ光がちょっと売れないね、今じゃ照明ね、大変でしたから。いやー、矢印さんすいません、矢印さん帰り車なんですよ。そうなんです、今日車なんで残念ながら。で、ということでですね、せっかく今日鈴木さんがこれお持ちいただいたので、はい、それのイメージ映像があるので、ちょっとそれを欲しい、ね。あ、今日来れなかったね、中道さんがその、撮ったらしいですね。撮ったみたいな、あれ15秒ぐらいなんか困ってるみたいな、こういうものなんですか。これなんとね、30年ですね、黒松さんが亡くなって。で、2月の1日に、なんとかこう、リスペクトとなんかいろんな思いを込めて、作ったって彼ら言ってたんですよ。で、これなんか出るみたいです。そうですね。どうですか？なんかね、何度か何度かやり直した。あ、はい。何個もこう、割っちゃったって話してます。これだけなんですけど。3倍。3倍か。はい。すごい。あとね、ちょっと何個もいくわ。もう一個。あ、これ3倍。これギャラリー田村です。ね、っていう。もう一個はもう何だっけ。ゾウさんこれね、あ、書いてあるんだ。あ、書いてあるんだ。もうちょっと暗くてあれなんだけど、実際に見てほしいんですけど、ハーファイザムーンも、ハーファイザムーンってなんか、過去に名前がいらっしゃいますよね。そうですね。で、あれは、なんだっけ、ジャズの名曲でしたよ、ハーファイザムーン。そうですね。はい。で、なんだっけ、その訳を読んでいくと、なんかロマンチックな歌なんですけど、なんか満月がこう高いところにあって、
なんか、いつまでたってもこう、こう結ばれないみたいな、そんな感じだったんで、ああ、これがさ、30年も経ったんだから、なんとかそれを、その思いをちょっと重ねてあげ、満月を重ねていただきたいと思って、それで、ずっとやったんですね。はい、ありがとうございました。はい。で、今日はですね、いや、今からですね、はい。存命の倉松さんを身近で接していた近藤さんから、普段、今まで知らなかった、聞けない話をしているはずですので、別に全部だって、全部だって、なんか考えても、何でも、もう何でもかんでも聞いちゃいたいですので、資料をいっぱい持ってきてます。資料をこんな風に見ながらですね、ちょっと出られるかもしれない。しゃべり、ネタとして、お見せしながらお話しできたらというふうになってます。で、こう、参加になった暗号を、ちょっと振り返ってみるっていうのがいいのかな。何、参加と参加とか、この、あ、そうね。というのはですね、この参加の参加と参加の間に、Facebook でいろいろ文句も入ってたんですよ。何もしたから知らないんですが。なので、まあ、3回を振り返ってもらって、いや、こうだ、ブワーッという話をしてました。今回の企画、JCD の企画、そのまま山田さんも見てて、知らない世代の方が、今、で、山田さん見てどう思うかということを挙げて、まあ、全然それが正しいとか正しくないっていうつもりはもっとありません。皆さんの今の感覚でやる駒さんはどのように見て僕なのかっていう話だったので、まあ、そこに僕の専門家から B は最初だったんです。これ結果的に見ますと、一番最後にスタッフをしていた五十嵐久江さんっていう方がいらっしゃいますけど、なので私が辞めた後の話を聞いたら、まあ、世の中もリーグが言ってたテーマの、ハートランド、スーパードライ、最後ずっと一番渋いだったから、一回ネタで言うとリーグは、私がいた時が一番面白かったって感じです。なるほど。なんですね。で、一番最初の1回目の時に、お話を聞いてて、まあ、すごく面白かったのは、モーメント。平和さんとあったりするんだ。で、モーメントの2人が、まあ、一つ、平和さんに向けて、システムとか、ことを感じるっていう話が、好きだと思ったんだけど、平和さんってご存じで、感覚的、感性的、そういうことが強い。デザイナーだというふうに思われているので、なかなかそういうシステムとかって、まあ、私は逆によく使っちゃうんですけどね、あるんですけど、絶対過剰なシステムですよ。近藤さんはまあ今日は置いといてですね、船松さんの中に非常にやっぱりシステムっていうことに対してそれこそ直感的にものすごく感覚が良かったっていうのがあるんですね。だからまあ、そういう見方をすると、また面白いかな、っていうのが一つありました。それと、もう一つ出たのが、ウィットですね。うん、なんか、虎松さんの中にそういうものを感じる。例えば、この 3x M っていうのを、論理的になんで作った、虎松さんが作ったかって説明できないんですよ。うん、正直。はい、で私もこれも一番最初の見せられた時に、そういう時っていつもどうって言ってニヤッとするだけですから、これは何かをこう論理で語るものではないんですよね。でそうすると倉松さんの仕事って実はそうやって面白くて、いろいろこう何て言いますかね、いたずら好きの少年のようなところが実はあるんですよ、いろいろと。でそれはどっから来てるのかなっていうと、一つはね、倉松さんは文京区
の生まれなんですね、うん、今でいう理化学研究所、最近はあの富岳っていうコンピューターがこのこういうのつけてるとこんないきますよみたいなことをやってたりしてますよね。でかなりそのモダンなその建物が当時あった、昭和9年ですからプラマさんが生まれたのが、うん、いや理化学研究所とか最先端ですよね多分。そうですね。でそこ、まあ有名なのは西野さんっていう教授が、まあ、日本の変な話で原子爆弾の研究をさせられてた、ですからお国から世の中がああいう状況になっていくからそういう研究もされてたし、実はそのプラスチックとかそういう新しい素材もいっぱい、あの研究してたんですね、でその中にお父さんは多分ねその事務系の方だったんですけども、そこの中の敷地の中に社宅に、社宅っていうかな、家にお住まい、生まれたんですよ、なんでそのよく我々が話を聞いたのは、僕はあの頃だけど水洗のトイレを使ってた。へ、まあ、東京、私なんかあの文京区じゃなくて杉並区だったんですけど、まあ、完全にあの組み取り式でしたけどね。プラマスはもうその時すでに水洗だったっていうのと、多分13号館だったかな、お父様が当たれてた。でそこに入っていくと大理石、大理石ですか、の床がおで、その大理石っていうのはで、その当時の建築っておそらく大理石の他にあのテラゾもほとんど、ほとんどテラゾだった原作ね、原点、公共の建築のそういうエントランスとかですね、ところはほとんどは原テラゾだった。あ、でこれテラゾも見てらっしゃったね。でこれをそういう記憶がの後々、スターピースになったりつながっていくのかなと思うと、そのやっぱあの理化学研究所で生まれた。で、まあ、東京でいうと当時と完全に山の手ですよね。ああ、そうですね。だから変な言い方ですと山の手の坊ちゃんと。坊ちゃんだった。っていう言い方も。はい。でもやっぱお江戸の生まれですから、なんかその落語とかオチとか、はい、そういうの非常に好きだった。ああ。ですよね。そう、ね。だから、やっぱりなんか人を、これ面白いですよね。騙すのは嫌いだって言ってました。あ、なるほど、はい、騙すデザインは嫌だって、言ってました、でも騙すんじゃなくてこう考えさせるみたいなことは笑わせたりする人たの大好きだった。なるほど。それじゃ後年 の、 あの話なんですけど、あのバルコンっていうあの、まあ、みんなが集まったバーが向こうにあったんですけど、そこであの夜中まで飲むんですよみんな。でそこでおいちょこぶとかポッカーやってたんですね。それでその経営者の吉川さんがしたんですよ。あとでもう亡くなってしばらく経った後、飯島さんたちは倉松さんにボラれてたんですよ。え、いやそのポーカーのイカ様がねすごいうまかった。あ、マジですか。という話を聞いて、やったことあるんですか倉松さんと。フォーカーカチンチロリンかなんか強くないですけど、まあみんなやってました。やってましたよね。で当時私入ったんですよ、1977ですけども、夕方5時ぐらいになると、多分一番仲が良かった当時仲が良かったのはアートディレクターの青葉さん、青葉マスケルさんとか、まあ、小島良平さんとかね、電話をしてバルコンで行って、でこれ問題なんですけどね、5時過ぎにはもう事務所を出ちゃうんですよ、でその時あ今度今日は帰っていいよって言われると帰れるんですね。でも言わないで行っちゃうと永遠ずっと待ってるじゃないですよ。で夜の12時過ぎぐらいに酔っ払って帰ってくるとかです、ね、だってバルコンとこだわらないんですか。だって歩いて多分3分ぐらい、ね、そうですね、まあ、もちろん事務所はもうずっとあの石丸さんのそうそうそう、ビルでしたっけ、メゾン明石ですね。あ、六本木7-3-24。いつからあの石丸さんと一緒なんですか。70年だったんじゃないかな。へー、あの、まあ、その石丸さんの話も、誰だろう、トラフル
タラフの鈴野さん。鈴野さんから出たのかな。あの、石丸さんはもともと会社に勤めてたんですね。へぇー。で、職場さんにいたんですか。そうですね。へぇー。でも主に、サイン、今でいうサイン工事だったんです。へぇー。うん、で、多分、クラマンさんとの出会い、これちょっと、あの、私もうろ覚えと性格かどうかっていうのは、ちょっと、あるんですが、今のパレスサイドビル、毎日新聞の本社、はい、日建設計の林翔さんの設計した、あのパレスサイドビルの中で、林さんからクラマンさんがサインと、それとあの電話ボックスを頼まれたんですよ。足元が見える、ね。あの時あの平畑さんとどなたかが電話ボックスの写真を出してましたけど、その電話ボックスがあれですよね。あの倉松さんのシステム的な発想とウィットが、両方とも見事にマッチングしてるっていう。混ざってるんですね、うん。で、あの電話ずっと、当時こうサインがあって、そのサイン工事をしてたのが石丸さんだ。あ、そうなんだ。で、その後に、倉松さんが、まあ、六本木に引っ越す時に、うん、石丸さんに独立を進めたわけですよ。でも石丸さんまだ当時内装は、全部できないから、うん、まあ、とりあえず倉松さんの仕事の、中のそういうアクリル系とかサイン系を多分やってた。あ、すいませんね、まだ見えないですけど。歴史振り返ると分かんないですよね。だって今石丸っつったら、だって世界の一流ブランドの商品はほとんど今石丸だからね。そうですね。で、だんだん石丸さんも、あの、下職さんたちをだんだん集めてきて、うん、で、あ、ポンちゃん、映ってる映ってる、後ろに。映ってる。あ、そうそうそう。あ、これですよね。うん、これ、うん。すごい。うん、これが、あの、毎日新聞の、今、どうにあったんですよ。もう、今ないんですよ。あ、もうないですよね。うん、あ、残念だな。すごい。へぇ。こういうのを、こう、足だけ見えるって、はい。いうのがすごく。車さん、でも僕もね、モメントのあの2人が、あの、たまさか、あの、平畑さんがシステムっていうことを車さんから感じて、うんうん、渡部さんがウィットって感じたんで、ね、うんうん、だけど、はい、車さんは同一人物だから、一緒に、一緒なんですね。だけど、見方はそういうふうに分けて見るものができる、はい、で、これは両方ともここに入ってるんだよね。なるほど、そうです、ね。で、それは結構車さんの、はい、まあ、とりわけ初期のデザインの、あの、キーワードになるかもしれないなっていうのは感じますね。うん、やっぱり、すごくそういうところを感覚的に感性っていうことを頼りにデザインをするっていうことをやっぱりやっていた。うん、ということは、これ72年っていうことは56歳で亡くなられたんですよ、91年。これもっと前ですよ。うん、だから72年ということは19年前、ということは、ほぼ35歳とか36とかそのぐらいじゃない、独立して、そうだね、31で多分独立してる、あ、その後72年前、35歳でこのぐらいだって言ってますね、うん、なかなかやっぱりあの面白いこと、はい、その当時、ずっと初期のですか、この、まあ、この74年に出た、倉俣史朗の仕事という一冊目の作品集で、なんとこのブックデザインは、今年の頭ですか、現代美術館なんかすごい集客されてまして、石岡栄子さん。石岡栄子さんですね。石岡栄子さんが、すごい、想定をして、石岡さんとしても多分想定で初めてしよう。これ何年に ?74 年。74年。ってことは30代後半に、倉松さんの本がもう、その時ですね。できたわけ。しかも、石岡さんのディレクター、ディレクションで。写真はこれ、ほぼ全部、小川隆之さん。小川さん、あ、写真で言うと、すいません、小川さん、あの、僕はあの、藤塚さんがほぼ撮られてたと思ったんですけど、はい、うん、藤塚さんと
最後の方で亡くなる直前ぐらいで田原さんが出てきて、倉松さんがケイちゃんケイちゃんと呼んでた田原哲さんのことで、だからその二人、お二人のお名前しかあんまり出てこなかったんですけど、一番メインで撮られた実は小川隆之さんだったんですね。うん、マジっすね。初期というか、まあ、小川隆之さん自身はあのコマーシャルを撮るカメラマンですから、ね、あの中道さんたちとちょっともう全然世界どっちかというと空間写真の専門家じゃないから。あ、そうですよね、うん。あ、あの我々が使ってるクラマスカタカタルで、プロフィール、はい、あれも小川さんの写真。ああれね、うん、小川さんで、それいいっすよね。奥様がこの写真で使ってくださいって言ってた、はい、これ小川さん、あ、最高ですよね。小川さんがこれ全部なかなかこれで、この本の面白いのはこれ表紙というか想定の、これはいわゆる通称オバキューと言われている証明なんですよね、はい、これ同じ写真ですか、裏表ですか。違うんですね。あ、違うですね。このところこのオバキューの話もいろいろ出てて、でこれもですから、さっきの例えばちょっとオバキューって言っちゃいけないじゃないですか本当はだからデザインした時、クラマンさんのところの、正式にはこれただのランプ。ああ、ランプ。だからここにもう一つ秘密があるっていうのは秘密でもないんですけども、その70年代からの最後までっていうのはクラマンさんはこう作品に、私がいた時もそうですけども、はい、名前は付けない、うん、まあ、ランプですよこれ。そうか、あ、だからサンド M とかハンハイドムーンとか、あとですね、ミスブランチとか、あとですね、あとですね、うん、ああ、最初ついてなかったんです。何のせいだ、これランプです、ただ。へえ。で、あとこれ、我々が最近見るオバキューと、なんとなくニュアンスと現実違うんだよね。違いますね。違う。だから、次だから、今日、オバキューがいろんなところで、お話にも出てるんで、はい、オバキューの真実っていうのをやりましょうか。はい。オバキューです。これが初期のオバキューです、ね、はい、73年だったと思います、デザインしたのは。で、この時の最大の特徴ですから、このオバキューを持ってらっしゃる方がいたら、大変貴重になるんですけども、上が平らなんですよ。このオバキューの時、倉松さんは40歳ぐらいですよね。これですね。で、72年。2年。あ、じゃあまだ30年。まだ30年。ってことは、近藤さんはいくつなんですか、その時は。72年ですか。はい。大学4年生。あ、大学4年生。はい。ってことは、22ですか。はい。22。はい、22と30代後半の倉松さんがいる。倉松さんと私16歳違う。16歳。38だ。うん、この時に作ってるんですね。でもランプなんですよ。で、これを皆さんがお友達なんか見てるうちに、なんかオバキューっぽいので、だん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 オバキューになってくるんですよ。でも初期のオバキューの特徴は、この上は平ら。あら。これなんか入ってるんですね、多分。いや、入ってないです。入ってないです。これ布ですか？これアクリルです。え、もうこの時アクリルだったんですか？アクリルです。あ、プロトタイプとかじゃなくて。だこれでずっと72年からやってて、当然そこから製品化されてないわけですよね。でたまたま私が入った77年ぐらいに、はい、オバキューを欲しいっていう人が周りに結構いたんですよ。この5年後にオバキューを欲しいという人が出てきたんです。あ、これですね、後ろの。だいぶ印象違うよね。違います、全然。で、オバキューを作ろうって話になった、久しぶりに。あ、売れちゃったから、いくらぐらい売れたんですかね。もう、うん、いや、最初はいくらだったかはよくわかんないですけども、で、77年当時に倉松さんが、もう一回オバキューを作るっていうんで、型を作ろうと。っていうんでね、まあ、図面を起こせと、と言われて、起こしたんですね。これ、型ってこんな、そう簡単に作れるんですか、これは。簡単です。すごい。いや、私もびっくりだったんですけども、はい、その型を作ったのは石丸さんではなくて、六本木の今のミッドタウンから斜めに入ってくる、今美術館通りとかなんとかいうの、あそこにラーメン屋があったでしょ、大中。
あるある。今もうすごい、あの、火曜日。はい。その隣にブリキ屋があったんですよ。うん、昔で言うと、だ住宅のトイレなんか作って、で、そこのブリキ屋に私が図面持って行って、これ作ってくださいって。で、そのブリキ屋の人がブリキを切って、ハンダ付けして、買ったんですよ。あ、マジっすか、すごい。それがこれ、これ、これ。ネタを沸かすと、塩水状のこういうブリキの、の上を切った。で、これもそこへこう、ボールを置いた。すいません、いいですか。塩水の上。図面って、書けるんですか、はい、その。これ、三次局面とかなんとかする、うん、だって、ダダダダってそれを開いたら、はい、こういう形になるじゃないですか。そんなことできるんですか。いや、知らない。いやー、びっくりした。こういうのって、あれ、なんだっけ、CG とか、CAD が出てきて、こういう図面ができるもんだと思ってたんですけど、だからフランク・ゲイリーのなんだっけ、あるじゃないですか、ビルバオ、ああいうものを作るのと同じ感じじゃないですか。塩水だもん。本当ですか、そんな。いや、フランク・ゲイリーだったら、パリでフランク・ゲイリーの模型とか展示して見たことあるけど、発想はもうあの人じいさんだから、もう、ブリキですよ。ブリキなんですか、ブリキ細工みたいな。手で、こねくり回して作るっていう、それをコンピューターで、いや、ね、制御できるからできるんだけど、発想は元は、簡単にはこういう円錐状の上がこういうふうに、平らになってるんだけど、ここの平らを倉間さんが今度は上を丸くしようっていう話になって、で、ここにボールをこう、あ、ボール、うん、なんで丸くしようってなったの。いや、熊さんはだからこれをまっすぐだったけど、こういう方がいいかなと思ったんですよ。ああ、なるほど。うん。で、あれですよ。まあ、これが野球のボールかテニスのボールかっていう論争も最近あったようなんですけども。テニスでしょ？私ですもんね。テニス部だから。本当だな。で、ネルで。で、熊さんはなぜかネルっていう言葉が記事でありますよね。この部分ね、ネルで包んで。ネルで包んで、ポンとこうこう、ボールを置く。ああ。っていうので、二つ、この高さ違いを作って、でそれを、車に積んで、で、茨城県の、江戸崎カントリーっていう裏のところにあった、セイコープラスティックっていうところの工場に、朝から、私と倉松さんと桑山さんと、三人で行くんですよ。そのブリキの模型を持ってるんですか？そう、そう持って。持って、トランクに積んで。それって SM は L あったんですか、そのところに。当時はね、M とね、はい、S と M だけだった。S と M だけだったと思う。そうなんですか。うん、で、行くと、石丸さんに頼んで、実はアクリルがずっと切って置いてあるわけですよ。で、そこに電気炉がある。で、こう、アクリルを、私と桑山さんが、まあ、手袋をはめて、電気炉のあれをポンって置くわけですよ。で、そういう人電気ね、はい、ね、アクリルって熱可塑性ですから、ね、熱が加わると、こちら柔らかくなる、はい。柔らかくなったところで、私と桑山さんがこう持って、この型にボンとかぶせるわけですよ。向くと。と、当然、こうやって垂れますよね。それを桑山さんが、自分でこうやって全部、一刻全部ですよ。うわぁ、すごい。それすごいですね。入れて、OK。って言うと、それが分かるんですよ。次のやつ。すごい。ただしアクリルっていうのは非常に便利な素材で、で、桑間さんがやって、ダメだって言うと、それをもう一回出して、もう一回電熱炉に入れると、それがピュンと下がるんです。はぁー。材料ロスはね、非常に少ない。なるほど。ある意味すごいエコなんですね。すごい。で、それで1日行って、20個。はい、じゃあ、もう一回質問。はい、それって、正方形の大きなアクリルなんですか？そうですよ。どのぐらいのですか？ 2 メーターかける2メーターぐらい。もっとですか？いや、そこまでないです。36ぐらい。いや、1200角ぐらいと。1200角ぐらい。厚が何ミリでしたっけ？3ミリぐらいですか？ 2 ミリだったかな。はぁ、なるほど。それで、それをストックしておいてもらって、欲しいっていう方がいたら、お分けするという。お分けするっていう。じゃあ、近藤さんにお願いして、近藤さんが倉松さん役で、
安次郎がアシスタント役で今からじゃあおがきを作りに行こうって言ったらできます？できるよ。マジっすか？ちょっとやりましょうよ。それはだって今山際さんがやってるし、いや今山際で売ってるんですね、これね。あ、本当ですか、うん、でその時も、実は山際に、倉松さんその当時山際の顧問だったんですね、うん、あの小長屋さんっていう山際の創立者の方と、あ、お父さんですね、哲さんのお父さん、お父さん、お父さん、うん、で山際はですね、当時あの国際照明デザインコンペとかいろいろやってて、あ、日本のデザイン界には大きな意味合いを発揮する会社です。でもね、このオバキューについては、私が行った当時は山際はあのやらなかったんですよ、うん、製品化しなかった、うん、実は。あ、うん、だからまあその後どうしてしなかったんでしょうね、わからないからって、売れないかな、まあ、そう、うん、っていうのもあったろうし、まあ、その時も、その時って倉田さんもすでに有名じゃなかったんですか？有名というのはどういうか、なんかあのやっぱあのみんなが憧れる方で、で倉田さんが何か作ったら僕もくださいみたいな、そんな時代じゃなかった？まあもう当時まあ言えばスターでしたよ、でも山際さんはやらなかった。ああ、もったいないですね。で中に入ってる電気のスタンドもこう非常にシンプルに鉄板でパイプつけてソケットつけてやってたんで、まあ、山際的に地震があったんでそいつが倒れた時にアクリルと接してそこから発火するっていうのを、はい、が引っかかるとかというので、まあ、製品化をしなかったんですよ。今 LED だから全然安全。今 LED だし、その後、私が辞めた後多分、倉松さんの、息子さんの一郎さんが、はい、一郎さん、はい、倉松さんの代わりにまた作りに行ってたと思うんですよ。へえ。で今亡くなられた後今山際は何してるかって多分ですね、私がやってたことと型が変わって、下の方にも多分こう押さえがあって、ああ、でここに四隅を合わせるという、ああ、だんだんね。ああ、なるほど。で私が言ったころ、こう、胸っていう手の、倉松さんの手の、今はどっちかっていうんですけど、オバキューっていうよりは、ドレープに近いですよね。いやー、そしたら倉松さんのその手で作られたやつって、ものすごい価値ありますよね。そうですか。そうですかってありますかね。あ、その最近あるでしょ。見てます。マジですか、見たい。みたい。なんで今日持ってきてもらえなかったんですか？あ、それあのほら、2121で展覧会やった時には、はい、あの私の家にあったやつを、はい、男が水でお風呂場でジャバジャバあって、うわー、それを教えてもらってたらもうちょっと真剣に見てましたし、まあ、あの、倉松さんの中では当時ですよ、はい、ご自分の言い方としては、あの初めてのプロダクトデザインだっていうぐらいに言ってましたね。へえ、そうなんですか。このオバキューの、まあ、アイデアみたいな部分の延長線上に、あの一世三宅のニューヨークだったって、パリですね、はい、パリ、はい、でもあれは随分後、大バトルです、あれは FRP で、ね、FRP で、であれは完全にやっぱドレープですよね。あ、その後ね、神戸の多分リランズゲートって安藤さんのやったところの一世さんとか、すいません、すいません、時代的にそのオバキュー作ってた時は、ね、一世さんの仕事をやられてた、そうですね。やってません。やってません。あら、そうそうそう、はい、これがその後パリでやった、これですから、これ、型を、布で型をやって、黒松さんが自分の手でやって、FRP でやって。いやだからあの一世さんっていうと、一世さん正確に言うと、もう出会ってるんですか、一世さんと。会ってる、あ、じゃあ一世さんの仕事の始まりの真実も話します、いやだからあの僕らが普通に知ってるのは一世さんってあの一枚の布っていうキーワードで一枚布からこうできていくでしょ、だからこのオバキューも一枚のアクリルからこれできちゃったんだみたいな。まだね、出会ったのはね、多分その76年がフロムファーストだから、その2、3年前ぐらいだと思うんですけどね、
でこの前あの飯島さんが言ったので一つだけ、飯島君がものすごいミスを犯してる実はそれはもう飯島君はダメだよ、っていうのはね、三宅一生さんの初めてのブティックっていう一生さんが日本で初めてオープンしたブティック、それ言ってたよね。それを飯島さんがこの前言ったんだけど、デザイナーを間違えてる。それはどうなったんですか。え、ありえないですよ。一番最初に一世三宅のショップができたのは、単独ショップですよ。その前にあの西武百貨店の中にコーナーはあったんです。堤さんが奥さんが一世さんに日本から帰ってた、店出しなさい、コーナー出しなさいって言ってコーナーがあったんだけど、ショップとしてできたのはパズル青山です。そう、知ってる知ってる。パズル青山の真っ白の四角、あれは杉本さんです。そうそう、え、パズルでしょ。で、いや、僕はそれ知ってるのよ。それで、今でも覚えてるの、床が白なの。壁がアルミで、すごい。こんな白なの。真っ白だよ。で、ちっちゃい術後ぐらいの。で、それで思ったのは、で、その当時、スーパーポテトで、その写真って出てこないですよね。商店民地区に取材したから、探せば。あ、探せば。それと、その当時、僕はまだポテトに入る前だった。だから1974年ぐらい。この前でもポテトって言わなかった。飯島さんがまだポテトいらっしゃらなかった。前、前、前。それで、一世ウィズ関西っていうね、はい、あの関西と一世の一緒 のファッションショー。関西さんはいたんですか。もう。いたの。それで、ファッションショーや、代々木の国立競技場の近くで。それも僕見に行ってて、それもポテトがあの会場のデザインしてた。で、まあそういうことで、ファッションデザイナーの最初の接点を、あの、杉本さん持ってたのに、その後置いてくぶりになっちゃった。まあ多分あの、政府の感激じゃないかと思うんだけどね。で、その後、伊勢さんのお店っていうのは、実は石岡栄子さんがアートディレクションするんですよ。へぇ、石岡栄子さんがアートディレクション。石岡栄子さんはもう資生堂を辞められたと。もう辞めてもらいました。あ、で、石岡さんは当然、その、アートディレクターってグラフィックですから、はい、お店にするために、倉松さんと一緒にやったんですよ。石岡さんと倉松さんって、今年はあのどっちが上とかってあったんですか。倉松さんの上だった。倉松さんの上ですか。倉松さん、生きてらっしゃったら87。7です。87、今。そうなんですね。あの石岡さんとやってた頃は石岡さんのアートディレクションですから、多分ね4件ぐらい、で、まあ、アートで石岡さんですから、倉松さんは多分一歩引いて、石岡さんが言ったアイデアをショップとして具現化していって、ですからパルコの最初にできたのは例えば真ん中にコーヒーパルコのパート1ですよね。そうそう、今のパート1しかなかった。なかった。コーヒーカップの大きい、こうコーヒーがこぼれてるような、そういうオブジェがある。だ全部オブジェだったんですよ。それがあって周りに洋服があるっていう。それも見れないですよね。コーヒーカップでしょ。出てこないですよ。ない写真みたいな。札幌はね、なんか飛行機が墜落したみたいな。それ覚えてる。本当ですか。何かで見てる。でそれを。あと池袋の西部も、あとね、なんだろう、車をミニクーパーみたいなのをひっくり返したやつとか、そういうあのお店だった。ちょっとポップアートみたいな感じの。でもそうすると、そのアイデアっていうのは石岡さんですか、倉松さんですか。どっち石岡さんだと思いますよ。そうですよね。はい、なんかそんな気がします。で、76年、つまりフロムファーストの前から、はい、つまり当時日本でファッションがずっと伸びてきて、はい、あのショップをいっぱい作る、はい、地方にもですね、はい、っていう時代になってきて、そうだ、つまりその一個の単品を変な話でデザインでザーッと詰めてるっていうよりも同時多発的にやらなきゃいけないじゃないですか。そうですね。というので、倉松さんがショップについては全部自前でやるようになった、はい、その1件目があれのフロムファーストですよ。あのテーブルが飛びピュッキャンティーで出てるの。なるほど。だからあれから、桑松さんのが全部
しょっぽいあれフロムファーストは、清家先生でしたっけ、あれ山下和真さん、ごめんなさい、すいません、山下先生、はい、はい、そうだ、あの1階のショップから倉松さんがやるような、それ76年ですよね。フロムファーストって今見ても新しいですよね。まあ、そのことです、すいません。いや、そんな新しくないけど、とにかくフロムファーストは、うん、表参道の全ての百貨店ですね。ああ、そういうことなんですね。だってコムデギャルソンの最初のショップが、はい、できたのも、あの上。フロムファーストだったんですか？そう、白いタイルの。フロムファーストは、川崎さんがデザインして。フロムファーストだったんですか？フロムファーストの話をすると、ですね、浜野商品研究所が全部、はい、プロデュースをして、ね、ああいう商業、ベースの建築を作るっていうのは先駆けですよね。あれは。なるほど。うん、で当時だって、住宅街のど真ん中で、お店作ってどうすんのっていう場所だったから。で、もう一回、質問していいですか。倉松さんって、はい、コムディガルスやらなかったですよね。やらないですよ。女性とやらないっていう。そんなことないです。でも、石岡さんとやってたんですよね。そんなことないですよ。うん、全然仕事をやってたら、ね、単純に言うと倉松さんは非常にそういうところは、まあ昔かたぎというか、はい、まあ、一業種一社ですよね。ああ、まだ先に伊勢さんをやってるからもうコムデギャルソンはできない。なるほど。でそれに一番おこぼれを預かって得したのが私ですよ。そうですね。あ、言っていいですか。近藤さんはギャルソンと洋一さんと伊勢さんとサンブランド三大ブランド全部やって。すいませんね。はい。すいません。すいません。言っちゃいました。まあ今日は私の話を聞いてます、はい。いや、少ししてもらわないと困るんで。だから77年、私が入って1月に入ったんですけどね。あ、一番最初の現場っていうか担当で現場に行かされたのが神戸のローズガーデンっていう安藤さんの作った、うん、あ、ローズガーデン、はい、うわ、一世宮城、僕神戸出身なんで、それはできた時すげえなと思いました。あのタイル張り、レンガタイル張りに、まあ、だから次々とショップを作るという、まあ倉松さんはあんまりそれは得意ではなかったんですよね。だけどそういう展開になっていくっていうので、まあラッキーだったのは私もだから入れたよ。ああ。倉さんね、坊主と学生服大嫌い。だからこの今だったら絶対私は入ってない。当時はまだ嫌い。それはどういうことですか？学ランであれちゃう。ああ。それは嫌だ、ね。そのセンスが嫌いだってことですか？センスっていうか、それはまた後でお話ししますけど。はい。まあ。今の話はまあ冗談だと思って。すいません。はい。ただやっぱり全国展開していくときにやっぱりまあ人手がいるということで私は入れたようなもの。いやいや、でもね、僕すごいなと思ったのは、今のあのブティックとかの洋服屋さんの作り方って、あの一つのあの素材とかいう決まったら金太郎ラーメンのようにこう地型は変わるんだけど、同じ様子のものはどん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 できますよね。でも倉松さんのは、まあ全部違ってたような気がする。それはね、やっぱりでもないです。例えば伊勢さんと川久保さんの差ってどこにあるかって、そこですよね。あ、伊勢さんは、例えば東京で店を作って、はい、大阪で例えば店を作るとしたら、それが同じである必要はないと言ってた。あ、川久保さんは逆に言うと全部ブランドイメージ、コンビニの人ってブランドイメージを自分で全部、今でもそうだけど、今は 100% 店舗のデザインも川久保さんですけどね、はい。だからブランディングっていうのを考えたとき、その2つの方法論がまああって、伊勢さんは全社で、どこにでも、要するに札幌の人は札幌の伊勢を見てくれればいい。東京は東京の店。ギャルソンは全国同じように、川崎さんでモルタルで全部やるんだったら、全然どこ行っても、コムデギャルソンは同じ店舗で。それどっちが労力かかるんですか？労力の方、デザイン考える方としては。両方ともやりにくいと思うけど、同じもんっていうのも結構つらい、つらいもんだし。だから倉松さんは。つらいっていうのは面白くないっていうことですよね。それもあるし。デザイナーからすると。ただね、その7、80年っていうのは日本のインテリアデザイン業界にとってちょっと不思議な時期に、まあ皆さんよく知ってますけど。70何年ですか？70年代と80年代。特に80年代なんですけど、はい、80年代、まあファッションのデザインと
インテリアデザインの蜜月時代っていうのがあって、大量のショップデザインが日本、まあ、多少海外でも仕事したんですけど、生まれたんですよ。で、それは東西あったと思うんですけど、まあ、明らかに日本のインテリアデザインが 急激にこう、そうですね、新しい方向に向かったと同時に、まあ、もしかしたら衰退の部分も含んでたかもしれないっていう。というのは僕はちょっと思ってるんだけど、近藤さんはそのさらさらってどんな感じでした？まあ、私が独立したのは81年で、まあ、その時に実は、私の一件目がラッキーなことに、コムディガルさんの時にアクセスができたんですね。そうです。それもあの、浜県のプロデュース。で、ローブ・ド・シャンドルという新ブランドを川久保さんが作って、はい、で実はそれ、クラマさんにあのやってくれっていう依頼があった。へぇー。クラマさんは、実はその時、あの川久保さんに会いに行ってます、ちゃんと。へぇー。で、会って話をして、お断りしたんですね。すごい。で、帰ってきて事務所に。はい。で、私に、はい、近藤君さ、はい、ギャムソンって興味あるって言われて、もちろんですって言ったら、ね、じゃあね、川越さんに連絡してあげるから、はい、会いに行ってくださいって言われて。それですか。そう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 。来たー、すごいな、うん。で、その時、その話はちょっと大事な話なんで、後にしようと思ったら、今しちゃうかな。はい。それは、だって、独立する寸前の話でしょ。前ですね。前ですね。うん、それで、それが独立、した後の重要な仕事なんてもう分かりきってる、なおかつ相手が川久保さんなんですよ。そうですね。で、まあ、でしかも小山田さんって事務所にいて、そこから自分を、自分で、自分で自分を引き離さなきゃいけないことを考えない。同じ、小山田さんと同じことはできない場合に自分を置くことになるんですよ。それ結構辛いんですけど。いやー、すごい大変だ。で、その時に、まあ、あの、ロボドシャンブル、まあ、僕はこれは、あの、近藤さんの、やっぱりメルクマールとなる仕事だと思うんですけど、どんな気持ちだったのかってのは、やっぱりね、一度聞いてみたかった。ロボドシャンブルやるときの、つまり今までのクラマタ事務所で、やってた近藤という人間が、クラマタ事務所に出て、なおかつ、川久保さんという、あの人を相手に新しいデザインを立ち上げない、で作戦も練っただろう、いろいろ考えただろうということを、一度も聞いたことなかったんだけど、いや77年倉俣事務所に入って倉俣さんを間近でそばで見てると、とにかく、すごいんですよ。趣味ってありますかっての質問もあったんですけども、趣味はないですね。で常にデザインのことを考えてた、で朝から晩まで、まあ、正直言うとそばにいて、死んじゃうんじゃないかなと思ったことも何度もありましたしね。あ、でとにかく、一気の仕事がデザインができるまで、次の仕事はやらない。そうなんですか。同時進行しないんですか。しない。きゃー。ですからもう、あの、我々はさっきも言いましたけど、クラマさんのデザインができたっていうまで待ってるしかないんですよ。すごい。で質問に言いましたよ。でどういう指示が来る。で当時はスケッチを描くなって言われたんですね。それ有名な話ですよね。今回も、ね、スケッチを描くと、やっぱり手が動いてしまって、自分の考えてるからクリアにならないっていう。うわー、そうなんですね。ですから、私たちに指示が来るときは、倉松さんが、まあ、もう書いた図面でもらうわけですよ。ただその図面が問題なんですけどね。例えば壁から1枚ピョーンと出てるのを渡されるわけですよ。でスケッチだったらまだね、なんかこんな感じですかねとか言うんですけど、もうピッって全部決まって。でそれを、なんとかしろって言われるわけですよ。でそういう倉松さんをずっとそばで見てると、やっぱこの人と同じ土俵で戦うのは難しいなっていう、っていうのはもう入ってすぐ感じましたね。いやーすごい。なんで、それでも私もデザインをしてあげなきゃいけないんだとすると、どうするかっていうので、やっぱ違う土俵を作ろうと。
で、川久保さんにやっぱり会いに行かれるでしょ、はい、で、そうすると近藤さん、こんな感じのことをやってほしいっていうのか、もう考えてっていうふうに言うのか、どういうふうに言われるんですか。だからまあ、あそこに行くので、今のさっきの飯島さんの質問を、言ってしまうとですね、後に飯島さんがまだポテトにいる頃、私のローブルサンプルに対する、人生初めての批判文章を書くんですね。ありがたいです。まあ、そういうことがあったんですけども、要するに、私はクラマンさんの事務所に行く前に建築事務所にいましたから、はい、建築を作ってる方法論、作り方っていうのが、はい、まあ分かっていたんで、その建築でやってる方法論みたいなことをインテリアの中でやる。要するに感性をで勝負しないっていうのを決めたんですよ。クラマンさんはすごい感性で持ちますね。だからそこに私が自分のこの拙い感性で戦うことは無理だというふうにもう自分で決めたんですよ。ですから感性をわざと否定する、うん、ですから最初の頃はとにかく、取材を受けると、感性なんて信用しない批判という立場です。でそれでまあ川久保さんに会って、まあ、川久保さんもまだいきなりこんなほら、はい、一個もやったことないんで、まだその時スタッフですからね、はい、こいつにやらしていいのかわかんないけど。それ何歳の時でしたっけ。31。31、うん、まあ、偶然にも倉間さんと同じ年で独立してる、はい、で川久保さんにとにかくじゃあどんなことを考えてらっしゃるんですかって聞いたら、うん、一言だけ、はい、何もない店って言った。何もない店何もない店がキーワードだった。当時川久保さんってほとんど物喋んないんですよ、で隣に、まあ、武田さんっていう、あ、武田さん、はい、でその人にこうやってやると、はい、武田さんがすごいことに、はい、あうんの呼吸のように川久保さんで、近藤さんねって、何もない店って川久保が言ってますすごい、うん、その時にね、でもあやったと思いましたよ、ね、あそうなんですか。もうそれで見えたっていう感じだったんですね、うん、そのキーワードもあって、うん、すごく、はい、でまた生意気なことをそこで、はい、この性格ですから、言っちゃったわけですよね。で川久保さんがまたこうして今そこで書けと、でもこれスケッチ書いちゃいけないって教わってるじゃないですか。だからいやいや書きません、って言ったらもうしつこく書けと、まあ、嫌ですって言って、で次にじゃあ来る時に、プレゼンしますから、でそのプレゼンを見て決めてくれればいいですって言って自分で書いた。で倉本さんがどうだったって言うから、こんなでしたったら倉本さんが笑ってましたよ、出られたらしいねって言って。でもなんかちょっと分かってきたような気がします。でそれで倉本さん受けてたら、倉本さんが一世さんやってなくて、うん、最初に川久保さんに会って、うん、川久保さんの仕事をしてたら、じゃあ倉本さんどんな仕事してたんだろうなと思うと、うん、もっと苦しんでる感じも、いや多分続かなかったよね、感じはします。僕でもなんかそういうの分かる、うん、やっぱり続かなかったと思いますよ。ああ倉本さんは多分続けなかったと。ああ、うん、そうですね。だから一世さんの仕事も実はですから、なるべく同じことはしたくない、はい、というのでよく断ってました。ああそうなんですね。断るとしょうがないんで、ピンチ切ったって代打近藤って示されて私がピンチヒッターで一世三宅を十何件やったかな。はあ。だからそんな頃でしたね。へえ。まあでもね、やっぱりローブルサンプルは、まあ、近藤さんにとってもそういうことだった。そういうことっていうのは大事な、うん、転換の場面だったと思うんですけど、うん、川久保さんの何もないの
がいいっていう言い方も、一種独特のものがあって、何も考えてなくてそのって言ったわけじゃなくて、相当な、あの、思いがそこに込められてる。で、それを答えなきゃいけないっていう時の辛さは多分あったと思うんですよね。どういうふうに答えるか。その答え方が僕は、その、まあ今、ご本人が言ってるけど、まあ、建築 で培った背景で、まあまあ、ある種論理的な思考を、そんなもんいらないんだけど、無理くり入れ込んじゃう。だけど、そのことと、あの、川久保さんが何もないのがいいっていうのと、どう、こう、あの、抱き寄せてるものかっていうのは、あの、非常に難しいはずなんだけど、あれは、それが奇跡的にうまくいった。まあ、何もない空間の、だからまあ、極端に言えば商品をでも見せなくてもいいとは夢にも思わなかったけど、そう、まあ、あの、結果、商品を一切表に出さなくて、柱だけが立ってるっていう。じゃあ、すいません、もう一回話をずっと戻すと、今度は倉俣さんが、この、近藤さんの転機になったのは、ローブズシャンブーだけど、倉俣さんが転機になったっていう、空間のデザインはどこだったんですか？それはじゃあ、それは後半にしよう、ね。後半にしよう。後半ちょうどいい。ちょっと休憩5分ぐらいさせていただきますが、その間に、あの、Facebook 視聴の方には、今回、この倉俣を語るで初めて、協賛の名乗りを上げてくれた会社様がおられまして、その紹介をちょっとさせていただきたいと思います。はい、皆さんお楽しみいただいてますでしょうか。それではここで今回ご協賛をいただきました JCD 三助会員の企業様をご紹介させていただきます。透明アクリル家具トランスペアリシーを手掛けられています新興プラスチックス様、アクリルに生命を吹き込むというタイトルで新興プラスチックス様が作られた動画をご覧いただきます。アクリル作家の兵藤秀人さんの工房をJCD 高橋月一でおなじみのデザインジャーナリストの高橋正明さんが訪問されます。そしてトランスペアレンシーの世界をどうぞご覧ください。60年代から70年代に当時のアートに触発された倉俣史郎はアートをインテリアの世界に導入しようとして現代的で無機質な素材としてアクリルを選びました。アクリルはプラスチックの女王と呼ばれていますがガラス以上の透明感もある非常に可能性のあるマテリアルなんですよね。今日はアクリルの可能性と面白さはさらに追求されている兵藤さんの工房に伺ってみたいと思います。ということで、兵藤さんの工房にやってきましたけども、兵藤さんにとってアクリルという素材はどんな感じでしょうか？だからどんなふうにいつも考えて作業されてるんでしょうかね？僕はもともとね、父親が
こで白磁工房をやったので、白磁はまあもちろん身近な存在ではありましたけど、アクリルという素材は木とかガラスとか鉄に比べて素材として力がないと思っているので、そう素材にこう頼ることができないので、アクリルの場合は素材を生かさないと面白いものを作れるんじゃないかなと思って、それを意識して作っています。まあ、そこにクリエイターが触発されて、まあ、クリエーションの何かを変えて出してきていいものができるってことですよね。思いますね。これは夕焼け空のかけらという、まあ、タイトルで、誰にでもこう思い出の空とか夕焼け空で、それはまあその誰にもある思い出の色みたいなものを、こう空をこう何だろう、こう切り取って、切り取ったところがそれを持ち帰るみたいなところで、その空気を持ち帰るっていうのは難しいんだけれど、アクリルと素材がその、実体のないものとこうリンクするのかなと思ってで、まあ、作ったものですね。なので色とかも、まあ、全部いろんなこう表現が再現なくできるわけじゃないんですけど、ブルーからピンクとか、あと黄色から、オレンジとか、そういうものをいくつか作っています。じゃあ始めましょうか。はい。じゃあ、後半を引き続き、進めたいと思います。今、画像で映ってるのがですね、今までちょっと話題にした、近藤さんの、ルーブルシャンブル。やっぱ得意中の得意なデザインと言っていいと思いますけど、ローブドシャンブル。商品が一切見えない。ガラスの曇りガラスの後ろ方に商品があるんですけど、で手前には何にもない。ただゴージャスでしたね、これね、トラバーチン使ってるし、ね、そうですね、うん、まあ自分の話は本当なんですけど、まあトラバーチンはルイス・カウンですね。そうだね。キンベルを見てずっと見て好きで、自分の一作目にも床は何でもトラバーチンで決めてた。でもミンスの、バルセロナパビリオンかなと思ったら、キンベルね。で、まあ、それで、まあ、トラバーチン、で、あとは柱が立ってるだけっていう。これ見てですね、出来上がった時に、石崎さんが倉俣か、見てね、まあ、倉俣さんもいたんですよ。だからオープニングの時から倉俣よく見ると違うなって言って言われたって、多分ね、僕も思ったんだけど、これ倉俣さんじゃないんだよね、まあ当然違うことやろうとしたからそうなったと思うんだけど、倉俣さんこれやんなかった、ただまあほら、さっき言ったようにスケッチを描くなとかね、ね、まあ、これから言って、さっき中道さんがじゃあ倉俣さんのその天気は何ですかっていうと、
クラマーさんって、あの今回でも、質問の中で、はい、その辺が少しこう、曖昧になってくると分かりづらくなるんだけど、うん、まあ、私はあえて言えば今前期クラマーだぞ、うん、これあの独立をしてから、はい、ちょうど私が入る77年ぐらいで、はい、いた頃を前期、はい、で私がいた77年から81年ぐらいは、まあちょっと中間期、はい、で私が辞めた81年、はい、要するにいろいろな方が倉松さんと最近ずっと語られてる、メンフィスっていう、ショットサストとか、うん、ね、要は、晩年ってのは、そんな年じゃないですか、後期倉松さん、前期倉松さんと後期倉松さんって全然違うんですよ、実はね、だから何がターニングポイントになったかっていうと、うん、一つの仕事ではなくて、だから60年代からずっと倉松さんというのは、例えば引き出しの家具とか、はい、今出た例えばアクリルとアクリルの家具、オーバーキューもそうですけども、そういう仕事がずっとあった、で77年の後期になってやっぱりこう、世の中の社会の構造もいろいろ変わってきてやらなきゃならなくなって、少しちょっと自分でも変えていこうと、これあの今日持ってる倉松さんと、例の聞き手は長谷川行さんという建築の評論家ですね、の方が81年に対談している中で、そろそろ変わらなきゃいけないっていうことをあの喋ってます。僕はそれ知らなかった、さっき聞いたんだけど、長谷川行さんってあの建築評論家でね、もうついこの間亡くなっちゃったんだけど、だから息子さんが今あの、はい、キリンが来る、キリンが来るで主役になった、それで武蔵で、あの僕はあの長谷川隆さんから教わった最初の学生なんです、でよく知ってるんですけど、まあ、あの新田学屋社かっていう評論でデビューした、早稲田出て、で要するにモダニズムにヘリを入れて、表現主義的なデザイン傾向みたいなことをぐっと盛り上げて、あのモダニズムを批判したわけ、丹下健三なんか批判したで過激だったんですよね、その人と倉松さんが割と仲良かったってのを聞いて、3割なんとも思ったけど、ちょっと全然違うタイプとも思った。そこで2人 の、まあ、あの対話っていうのは非常にやっぱりあの資産に富んでて面白いんですよ。倉松さんはおそらくですね、やっぱり非常にその論理的にデザインをしなきゃいけないで、それはまあそのミニマルであったりモダンであったりというのにつながっていくんでしょうけども、それをずっとやってたんですけど、でも反面自分の中でさっき言ったような非常にこう自分の幼児体験に基づく、体験を形にしていくみたいなこともあったわけですよね。で、この前も出てて初期の頃で、例えばカリオカっていうビルも、すぐなくなりました、マーケットワンもなくなりました、これ冗談じゃないんですけど、面白いんで、長谷川さんとの対談で、クラマダの作る店はすぐ、なくなるって出てるわけですよ。でも本人は、せいぜいなくなったって2割だって言ってる実は。で、せっかくですから今日あまり世の中に出てないこう、言うと、例えばこれさっき言ったこの重機があるんですよ、ショーケース、でこれはなんと倉松さんが3階っていうところにですね、3階いらっしゃったんですね、いた時にもう死ぬほど作ったって言うんですよ、ショーケース。でこれ何がすごいかっていうと、実はあの、デザイナーのことは見ないけど、ガチャ柱っていう、別に棚が自由になる、でそのアームの腕をですね、アクリルで作ってるんですね。普通は今スチールだもんね。あれを縦にですから、このショーケースで見ると、今見るとみんな何だと思うけども、ガラスの棚板があって、あの受けがアクリルなんですよ。うわすげえ、はい、で本当にこれだから、ここに商品と商品が浮いてるんだですね。でもガラスなんですか、乗っかってるのは棚はね。うひゃーすごい。で、だから普通で考えると、倉俣は要するにクライアントの要望とか、機能なんてね、特に、なんか倉俣の作ってるものはなんかみんな機能が良くないみたいに書いてある質問もあるけど、
実は自分としてはこの頃も死ぬほど商品のためだけに作ってるわけですよ。なるほど。どう、よく見えるか。そうです。だから、長谷川さんとの対談の中で、はい、実は、どうやって売れるかっていうことは、僕はうまいんだって書いてます。あ今回のね、はい、登壇者で、二つ又さんかな、はい、がいいっていうのを選んだのが、高野の棚。高野の棚に何が入っていたんだ、何が入ったんだ、あれ化粧品ですよ。でとにかく、うん、高野っていうのは、ね、要するに量販店なので、商品いっぱい置かなきゃいけない。そうですよね。でそのことに対して、もうこれでもかって全部棚にしちゃったっていう、グリッドの棚なんですけど、でそれを二つ間さんは評価してたんだよね。あこれですよね。そう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 、これこれ、そうそうそう。あですからこれ高野の1階の大きな空間の中にこういうガラスのジャングルジムでってガラスの重機を全部置いて、ここに化粧品が入ってたんですよね、うん、全部。へえ。例えばその頃ロンドンで出てたリバっていうのは入れたのが高野ですし、でこれがこういうケースだったんですね。なるほど。でこの前に、はい、高野でもあまりこれも出てなくて、みんなが見たらゲッて言うかもしれないんですけどね、ハンガーパイプが蛍光灯なんですよ、ハンガーパイプ蛍光灯、ハンガーパイプ、あったあったあった、こう横のメンバーが、あパイプが蛍光灯、空間にハンガーパイプだけがずっと、でそれ蛍光灯をアクリルのパイプで二重にして強度を持ってそこに洋服かけられるようになったわけですね、あなるほど。いや真っ暗じゃないけど店舗だからですけど、暗いところに全部キーボードがピューって浮いてるわけです。すごい。なんかね、そういうことをもうずっとやっていたわけですよね。すごい。で当時はアクリルだったわけですよ。ガラスではなくてまだね。でアクリルは何のために使ったかというと、要するに有名な洋服ダンスで中の見えちゃうっていう、中の構造をあからさまに見せてしまう。で空間でもやってるし、だから、2回目の時に出たそのジョン、さっき言った突然ジョン・ポーソンって言っちゃいけないんですけども、その家具は分かるけど、まあ、建築は分かるけど家具は分からない、うん、私から見ると条件が違うかもしれないけど、うん、同じことですよ。おそうです。でそれねちょっと補足説明しておくと、うん、2回目 のファシリテーターの長谷川かなえさんが、うん、ジョン・ポーソン知ってるので電話で話したんだ、今回こういうことになって、で話した時に、ジョン・ポーソンは倉松さんの事務所にいたので、その後少し話してもらいますけど、近藤さんの横にいた座ってたらしいんだけど、倉松さんの空間は尊敬するしすごくよくわかるし、素晴らしい仕事だけど家具はよくわからないってジョン・ポーソンは言ったって言うんですよ、という、それはまあその中身はよくわかんないんですけど、そういうふうに反応を示したっていうのは、まあ言ってみれば面白いから、ね、面白い 見方で、質問の中にもね、倉松さんの家具についてってね、あれってやっぱり首をかしげながら質問する人が割と多かったんですよね、今回。後で質問のコーナーをかけますけども、家具、うん、要するに一般的に使える有用な意味合いでの普通の家具じゃない家具を、まあ、倉松さんは作ってたように見える、だからそれはね、まあ、もう一つ倉松さんってすぐ出てくるのがアートなのかが出てくるのかってみんなが言うけど、本人はそんなことまるで気にしないですよ、一番、実は、で肩書きはずっと修正、デザイナーとしか名乗ってないですね、インテリアデザイナーとも名乗ってないです、デザイナー倉松史郎というふうに、全部発表するときは書いてある、そうそう、一緒なんですよ、空間も家具も、ただ大きく違うのは、まあ、言えば空間はやっぱりオーナーがいるから、だから通りされるのかもしれない、家具はまあオーナーがいてやってたわけじゃないわけですから、倉松さんが自分で展覧会に出したり、自分で思ったことを形にしてたわけですから、だからその分純粋であるのはどっちかというと家具なのかもしれない、
空間でも同じことをやってる。でこれは面白い話でね、2回目3回目の時、藤森さん、うん、が登場して、まあ、その家具のジャンルの方、うん、という話で進めてましたよね、うん、でその中で、まあ、藤森さんのボスっていうのは大橋輝明さんっていう話が出てきて、うん、大橋さんは私も大学の時教わってる、うんうん、で私が事務所に行く頃に大橋さんが連絡してきて、倉間さんと、うん、事務所に来て2人で話してるのそばで聞いてたこともあります。大橋さんが来たの、うん、そうそうそう、会いたいっていう連絡があってね、うん、でそれはねちょうどね、大橋さんがやっぱりものすごく変わって、展覧会を、まあ、滝さんだよねやっぱりね、うん、だから一つのキーワードは2人に共通してくるキーワードは、うん、滝浩二さんなんだけど、大橋さんはなんとなくそういう話を倉松さんにして、倉松さんの意見を聞きたがってた、うん、あ、つまり私が大学の時は大橋さんはまだ篠原県から来て、住宅とか建築をやってましたから、うん、まだ家具で、勝負をしていくっていう踏ん切りがついてなかった、うんうん、でその踏ん切りがするのはやっぱ滝さんなんですよ、うんうん、そうすると僕はとりわけ初期の倉松さんについて論評を書いてるのは滝さんが一番典型的な評者じゃない、うんうん、で影響も大きかったし、で僕なんかはその当時ちょっとズルして読んでなかったんですけど、後で読んで、うん、あの時代、うん、70年代初頭の、うんうんうん、あの時代の、まあ、デザイン領域での価値観と、うん、倉松さんが先頭を切ってやってるデザインとを、こう批評の文章で一番割とこうわしづかみにして引っ張り出したのが滝さんって言われてんだけど、うん、倉松さんにとっては、うん、重荷なところもあったんじゃないかなって気がします。それは後にご本人から私も聞きましたけどね、うん、やっぱりゼロへの饒舌っていう、その実はこの1974年のこの倉松さんの作品集の関東に書いてある文章で、これによって全部あからさまに自分がなってしまったっていう印象があるわけですよ、うん、でやっぱりね、だから70年代と80年代は何が違うかちょっとやっぱりそこから倉松さんの逃げるんですね、うん、でさっき大橋さんと倉松さんの話で面白いのは、滝さんも書いてるし、その後伊藤豊さんがですね、実は、非常に面白いことを言っているんですね。あの時藤森さんが喋るかなと思ったら出なかったんだけど、伊藤さんは、大橋さんに家具を頼んだんですよ、うん、自分の仕事のそうそう、うん、ずっと、うん、で、ある時にどこかの質問で伊藤さんはなんで、倉松さんともよくしてた、うん、でなんで、倉松さんに家具を頼まなかったのかと、うん、で、質問があった時に伊藤さんが答えてるのは、倉松さんっていうのは空間だったんですよ。だからさっき言った私の言ったのパラドックスなんだけど、家具と空間は同じだって言ってるの空間っていうのは、倉松さんっていうのはやっぱり空間を考えてたと、うん、倉松さんの家具も空間と同じだと、うんうん、大橋さんは物なんですって。あ、大橋さんは自分が何回と目の前でこうやってすぐ形を描くって伊藤さんが言ってるんですよ、うんうんうん、で自分は建築家で空間を考えてたから、うんうんうん、空間を考える人間と空間を考える倉松さんが一緒にして仕事しても面白くない、うん、だから僕は大橋さんが物派だから大橋さんに家具を頼んだなって伊藤さんが言ってるんですよ、でこれもものすごいもう言えてみようよ、そのまんまだと思うんですね、うん、だから倉松さんの仕事っていうのはそういうジャンルとかで、見る必要は私はないと、うん、家具であろうと空間であろうと、うん、たとえ建築であろうと、まあいくつか全く機能のない、ものをやった時もありますけどね。でそういうのはでも全部倉松さんの場合は自分というものに置き換えての同一線上でデザインをしてる。へー。というふうに。なんかコラボレーションという感じじゃないんですね。そうですね。で80年代になった時にやっぱりその論理で、ものを考えるっていう限界を、倉松さんは多分感じたんだ。もう見えちゃった。うん、あの得意のきっと夢の中でも、ええ、何でもきっと倉松さんに言うとも見えちゃったんですよ、うん、おそらく、はい、
で自分も変わらなきゃいけないって言った時に、まあたまたまそこでそっとさすと知り合う、ね、すいませんちょっとだけいいですか。美恵子さんと出会ったのはごめんなさい。はい、よく倉間さんが蒸発するっていうことがありましたよね、はい、というお話聞いたんですけど、それって美恵子さんということじゃないんですか。美恵子さんっていう、そうじゃないことではない。あ、ないんですか。だから蒸発っていう言葉が倉間さん好きなんです。あ、蒸発好きなんです。なんか消えてなくなるとかすごい好きじゃん。あ、だからもうその私がいるときにこの蒸発ってさ、いいよねって言った瞬間にするなと思ったら次の日から来なかったんですよ。いいですね。で今みたいにね、はい、スマホもあるわけもないです。ないですからね。一番長い時では多分1週間以上まるで連絡なかったから。ああ。それで OK だった。うん、まあだから、いや事務所委員はたまったもんじゃないですか。そうですね、もうこの連れ背が迫ってたんで、それが77年から81年の頃が一番蒸発されてたんですか。うん、まあその頃そういうことが非常に好きでしたよね。だからそこから80年入って、まあ、ミンフィスに結果的に言うと外誘われて、ベッドとか誘われて、で、やりだした。最初は多分自分の中でも非常に疑問を持ちながらやってたんだろうけども、だんだんやっぱり自由になって解放されていった。っていうことを言ってましたよね。だからそこから、スケッチも書くような。書くようになられるんですか。はあ。ね、でこの81年の頃の時の最後の方に最近は僕もスケッチを書くけどねって言ってます。へえ、まあ、そうです、ね、スケッチを書くし、はい、まあできたものにタイトルもつけるというふうになってたんですよ。それはメンフィスとかに行っていろんな人に出会った結果のなんかなんていうか、もちろん、ね、影響なんですか。一番はやっぱり佐藤さんだと思うんですよ。佐藤さんですね。ですよね、はいはい。理解者ですよね。違います。理解者って本当のあれですか、友達じゃないですか。あ、そう、あ、そうか。そういうことですよね。うん、はい、なんか見方がね。はい、インサイドゼミで佐藤さんが来たのは1983年なんでしょう。うん、そうですか。うん、まあ、インサイドゼミってやって、1回目がクラマースさんだったんですよ。で、まあ、日本のインテリアデザインやってる人、まあ、幼少屋さんとかもいたんだけど、話を聞こうっていうので、100人ぐらい集まる場所で、真っ暗い部屋の真ん中にテーブルを置いて、そこを囲って、ボソ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 、クラマースさんなんかの話を聞くなんてのをやったんですよ。それで、それの5回目か6回目に、まあ、結構日本に来てたっていうのもあるんですけど、そっと刺す一般、そっと刺すと、まだ小僧だったミゲレ・デルッキさんね、はい、そうですね、ジョージ・ソーデンとか、はいはい、その辺の、アンドレア・ブランジとか来たんですよ。いやブランジさんもいたんですね。すごいな。でも私が事務所に来た最後の頃に、アクシスだったかな、ヨマギアの、関連課で、ソッタスと倉間さん会ったんですよ。うん、で、その日帰ってきた時には、その後で、よく言われるのは、堕落しろって言われたっていう話が、ソッタスが手紙に書かれたみたいな。堕落しろ、堕落、うん、しろ、うん、って言われたっていうのは、まあ、そっとさすと思うんで、私がいた時に、その時帰ってきた時に、ね、覚えてるんですかね、グリーンの、すっごい、こう、派手なネクタイを、そっとさすからもらってきたんですよ、クラマさんが。で、こんなのそっとさすからもらっちゃったっていう話で、で、その時、行ったのは、私の記憶が確かであれば、白はピューリタンだねって言った。ソットサスだね、ピューリタンだよ、まあ、ソットサスのメンフィスの動きとかっていうのは、まあ、ソットサス一人っていうよりも、まあ、世界的な動向の中での、
まあ、大きな流れではポストモダンというのがあって、うん、あのピューリタン的なモダニズムから脱皮するとか脱出するとかっていう動きが、うん、まあ、世界で同時多発的にあって、うん、でソットサスが、まあ、それの一つの曲だったんですけど、うん、で誘われたのが結構何磯崎さんが誘われたよね。日本人は磯崎さん、あと梅田雅紀、梅田雅紀、さくら雅紀さん、そうそうそう、で、それが80年代の真ん中ぐらいですね、うん、確か、うん、で、その真ん中終わって89年に、うん、この間も話題になったあの家具デザイナーズウィークっていう、うん、あの展覧会を、うん、デザイナーたちが寄ってたかって、うん、やって東京で16カ所ぐらい、うん、そうですね、うん、で今日近藤さんが持ってきてくれたんですけど、その時のねカタログがあるんです。ああ、すごい、そうですね、これがあのその時のカタログ、懐かしい。でこの時に出品、うん、倉松さんが出したのがミス・ブランチ、ミス・ブランチ出た、でこの家具デザ東京デザイナーズウィークって名前で、うん、あの開催趣旨ってんですよ、この文章は僕が考えて、この次にね、テーマの欲望っていうのは私が、そうそうそう、テーマでみんなで委員会を結成して、テーマ何しようかって言ったら、小田さんが欲望がいいんじゃねえのって言って、それでいこうって、テーマ、まあ、1989年バブルの頂点の時代の展覧会だったので、まあ、欲望という言葉がいかにも似つかわしいということで、欲望というテーマで展覧会やりました。まあ、と特に、まあ JCD さんもそうだったけど、我々が最初に参加した時で、杉本さんと内田さんがそういうのも仕掛けるんですよ。そう、で、倉松さんを稼ごうとするんだけど、倉松さんは実は乗らない。ね、うん、倉松さんはね、そういう組織に入っちゃダメだって私たちも言うと、やっぱり一人でやるっていう、でその時もだから顧問みたいな形で倉松さん、ね、なので今ここのページはね、倉松さん、杉本さん、黒川雅之さん、淡辻さんは顧問なんです。それでこれで一番あの、主体的にやったのは内田さんなんです、ね、ああ、そうですよね、はい、そこで一番あの大変な、これ全部デザイナーがやってるんですよ、皆さん。はい、我々が全部手弁当で、はい。この時お金を全部集めてきたのが飯島さんです。すごい。はい、のバブルの頃なので、うん、ちょっと歩くと協賛金が、そんなことない、申し込みが戻って集まった飯島さん。杉本さんがその委員会で、うん、お金集める担当、飯島なって言って、その一言で飯島さん。で実は会場も全部タダで借りてるんですよ。全会場。で、会場、借りてくるのさ、コンちゃんって言われたわけですよ。へぇ、すごい。それで、まあ、いろんな人が参加してるのね、これ。建築家もみんな参加してるし、渡辺誠とか懐かしい。でも、それの時に倉松さんが実は、不発かもしれないってもう言ってる、言ったね。で、そう言いつつ、はい、出してきたのがミス・ブランチだった。出た、まあ、あれはもう本当話題。伊藤豊さんもいるし、北川敦史もいるし、はい、鈴木亮次なんてのもいるし、はい、高崎正治、あれ運ばれたのはあのアクシスのアネックスってアクシスギャラリーの並びにあのもう一つ小さいギャラリーがあって、そこに運ばれてきたんですね。で僕はそれを目の前にして、でその時ちょうどあのソニーで今デジカメでソニーめちゃくちゃ売れてますけど、マビカっていうまだデジカメかどうかわからないぐらいのでかいあのカメラを支給されて、森田さんにそれであのこれで撮ってみてみたいなことを言われて、それで初めて撮ったのがあれだってミス・ブランチだったんです。なんだこれはとかっていう。でそれがあの電話回線で転送できるんです。ゆっくりなんですけど、今スマホでもうね、瞬時にできることは30何年前にそれやってたんですよ、ソニーは。そうなんだから、今すごいちゃんとデジカメがねできてるんですけど、その後ソニーが出遅れちゃったんですけど、それまではすごかったですね、ソニーで。そうですね、デジタルもね、はい。
それでね、もうあんまり時間ないんで困っちゃってね。え、まだありますけど。延長戦やります。それで、いや、それで、もう終わりで、一応ね、質問ということで、はい、1回から3回までに登場した方々から、聞きたいことあるって求めたんですよ。それから、今回、実行委員会で参加した委員会のメンバーからも集めて、それをまとめたのが9項目ぐらいあるんですよね。で、ただまあ、もうすでに話しちゃったこともあるので、それはちょっと走ればいいんですが、それをちょっと追いかけてみようかと思います。うん、で、これ結構ね、質問あったんですよ。家具じゃないような、実用の家具がないっていうのはなんでっていう。まあ、プラコードさん曰く、そんなのも同じだ。うん、多分実用があるか、実用があるかどうかってことを最初に考えてしまうと、もうそこでデザインが止まってしまうっていう。でも、すごいはほら、近藤さんと倉松さんの家でお隣でしょ。そうですよ、うん。それ NG だね。うん、あ、普通にご飯食べてたっていうことでいいですか。え、うわ、全く関係ない。うん、まあ、別に普通ですよ。特別ストイックなわけでもないし、うん、まあ、さっき言ったように、うん、まあ、ユーモアもあるし、うん、はい、まあ、ピリピリとしてるっていう印象と、なんかすごくね、はい、ストイックな感じがするかもしれないけども、そうではないですね。あ、すいません、一個質問していいですか。はい、スランプとかなんかこういう波がありますよね。ああ、ありますよね。はい、で、いろんなところに波が出てくると思うんですけど、そのソットサスとかあって、なんか結構楽しそうな感じが、生き生きとしている感じがしてるんですけど、80年代からもう亡くなる直前までは。その辺はどうだったんですか。本当になんかあんまり苦しいことがなくて、デザインをもう、ね、出すときにものすごく苦しい思いをして、もうそれを出されてた感じはしたんですけど、でも意外となんかポンポン出てるような、ポンポン出るっておかしいけど、出てるっていうではないけども、ね、まあ、相当だから、さっき言った70年代までは考えて作ってますよ。70年代考えて、そうですね、最後の1個決めるまで考えて、そうですね、だから80年代入ってからは割とその辺はスッと出してるんですよ。ですね、なんかそんな感じがします。だからユーモアがもうさらに何か伝わってくるような、うん、だからまあ逆に言うと、だから70年、滝浩二さんが亡くなった後に、まあ、もう一回小山さんの話をしてもらう機会を実は作った時も、うん、やっぱり70年代までは、分かるけど、80年代以降は分からんと言ってますね。あ、うん、あ、で、それでいいんじゃないかと、あ、なるほど、思うんですよ。言語化される自分とか、論理化される自分っていうのとはもうおそらく決別をしてた。うわ、かっこいい。もう答えちゃったね、これで。ただ僕、滝浩二さんは、まあ、いろんな場面で影響残、写真家でもあったし、影響残した人で、時代的には70年代初頭だったので、まあ、建築業界もそうだったんですけど、記号論が流行ったんですよね。で、滝さんはまあ明らかにその記号論から自分の論理を組み立てて、いろんな人の倉俣論をそこにこう無理に当てはめたっていう感じがしないでもない。で、倉俣さん結構それつらかったかもしれないと、俺そんな気持ちで作ってんじゃねえしって思ってたかもしれないけど、うん、要するに、うん、今ある全て の世の中っていうのはオブラートで包まれた意味で、うん、もう神々に出来上がってるのを引き剥がして、うん、まあ、言ってみればミニマルにゼロの状態に戻したことが良しとするっていうのを滝さんとか書いてるんですよ。いや、面白いのはね、ね、滝さんがそういうふうに倉間さんを振るわけだよね、二、うん、人で対論してる時も、うんうん、振りまくるけど、滝さんがもう、うん、でも倉間さんは、ね、その時淡々と、僕は頭が良くないからかもしれないけども、淡々と自分の幼児体験を語るんだ、うん、すごいすごいことに、うんうん、
で、まあ、あの、まあ、滝さんと同じでさっきから言ったら、その長谷川行さんのすごさ、うん、すごいところって、うん、っていうのは、滝さんはもうはっきり、もう倉俣の幼児体験なんてどうでもいいって言ってるわけですよ、自分にとっては。でも、長谷川さんは、いや、違う。うん、なんかそこに、クラマの考え方あるって言って、うん、そこをね、ほり、はほりまた聞き出すわけですよ。お母さんがどうだったとか、うん、だったとかですね。自分がどんな子供だったとか。やっぱりそういうことが大きく、クラマさんの仕事には出てるっていうのが長谷川さんの立場で、滝さんはそうじゃなくて、それをものすごく論理的にやっぱり切ってるんですよ。まあでも、デザインとかって、うん、最終的には幼児体験と か、うん、なんかあの説明できないようなことが、うん、なんか渦巻いてポロッと出てるような側面が何件しもあらずってあるので、うんうん、滝さんは大変あの何ていうのかな、うん、あのデザインを、うん、デザインっていうものを理解しようとするときには、うん、まあ、ある程度役に立つし、あの、うん、重要な方と思うんだけど、うんうん、必ずそこからこう脱出するっていう場面があるんだなっていうのは、ほら、まあ、あの、うん、多分そう考えてずっと倉松さんもいて、うんうん、80年代ね、うん、あに変わっていった、うん、でそこで自由に、まあ、自由にっていう言い方をしてる場面もあるけども、うん、まあ、それはあの近藤さんも飯島さんもその自分の幼児体験とかとデザインは関係あるんですか？私はないです。で言ってわざと言ってます。あ、わざと。っていうのはね、そのあの、まあ、最後にしようと思ったんだけど、倉間さんにとってやっぱ戦争体験ってものすごいんですよ。あ、で私は戦後5年経って生まれてますから、ね、もうね、で特別な体験が自分にないですよ、そんなに語れるほど、はい、倉間さんを。うん、飯島さんは下の人たちだからもう少しあるかもしれない、うん、でもね、でもね、あるのはね、うん、共通してある世代的にあるんだけど、うんうん、自我みたいなことを露出するのかっこ悪いって思ってる我々。ああ、そうなんですか、うんうんうん、でできるだけそしらぬ顔をしてるっていうのが、でも当時の私がだから方法論と言い出したきっかけの周りの、私と飯島さんってあの同じ世代のデザイナーとしては遅い方なんですよね、独立したのが。あ、で前に私たちの参考してきた人たちは、うん、やっぱり倉俣さんが頭の中にどっかであるんだろうから、うん、結構みんな語ってますよ、うん、自分の体験を、うんうん、でそういうふうに言うとやっぱりものすごい影響力が、うん、やっぱ我々世代のデザイナーにあるから、うん、私もひょっとしたら、倉松さんのそばでいないで、うん、はたからこう見てて倉松さんっていいなと思ったら、そういうことを言ってたかもしれない、うん、ものすごい、うん、そしたらね、次の、うん、面白いですね。さっき聞いたら小山君と2人だけって、そうそうそう、うん、ちょっと倉間さんと3人って3人ですね。でその後沖健二とか入ってきて、うん、沖さんは私の前ですね。あ、でも辞めちゃってた後、うん、です3人、沖が入った時は、倉間さんと2人です。僕ね、あの大学卒業するときに倉間さんとかに入れてくださいって言ったことあるんですよ。へ、そしたら沖さんがいて、はいはい、もう一人いるから君はいらないっていう話です。なんか倉間さんはだから、あんまりたくさんスタッフ、はい、要するにその前提何かっていうと、そんなたくさん仕事をするつもりはないから。あ、はい、だからまあスタッフはとにかく、ただ私が入るまでは、なんとなくですけども、その事務所に行った人とか、再退社を取らないって言ってた。ああ、うん、はい、まあそれ両方とも破ったのが私なんですよね。そうだった。まあだからよく倉松さん、当時我々の業界っていうか、はい、勤めてる以上結婚はできないっていうのが不分立。僕もそうでした。いや、適正規模あって、だから最後の方は
でずっと僕は2人とか3人だったわけです、私の後は、N 本君と倉間さんと2人だけになります、で最後の頃は、まあ、あの正規の正規っていうか、正社員同じか正社員の人とアルバイトの人を入れて 7,8 人がいたかと思います、でそのクライアントのプレゼンがどうっていうので、これ実は昔面白い話があって、それも長谷川さんと同じで、倉間さんって、接種の言うことは聞かない、デザイン量は高い、で現場には行かない、っていうような定説があったんですって。でもそれはそんなことなくて、デザイン量は安かったと思うし、プレゼンは、全部儲けでした。それもかなりあのリアルなもの。それ誰が作ったの？桑山さんです。で、私がいた頃に、まあ、沖さんってさっきから名前が出てます、沖健二と、まあ、私と大学で同級生だったんですけども、彼が、まあ、倉俣事務所を辞めてフランスへ行って帰ってきた後に、まあ、あの、事務所をちょっと手伝ってた。で、倉俣さんデザイン考えると、沖くんって呼ぶんですよ。で、沖に、こういうもの考えた。どうもデザインを説明するんですよ、と沖がこう答えるわけですね、いろいろ、合うんですよ、でやってある結論に至ると、近藤君って呼ばれるわけ、で私が言うんですよ、で近藤さんこれできるかなって言って、私は技術家やでこれこれやっぱこういうふうにやって似てる、こういうふうにしたらこれで、じゃあこの図面描いて、ただあの倉俣事務所でミリ単位の精度の機械工場みたいな図面を描いてたのは近藤さんだっていうすごい、で倉山君が最後に言われて、倉山君、模型作って、で私は模型作るの下手だったから、私はあの模型作りをした、でも倉山さんは例えば当時アルミのアルマイトをかけるっていうのはアルミ板をちゃんと貼ってそれにヘアラインをかけるんですよ、それを全部固定して、かなりシビアに実現に近い形でプレゼンテーションをしてました、でプレゼンに行くときは一人で行ってました、だから残念ながらあの私は熊本さんがクライアントにどういうふうに落としてくるのか見たことはありません、それは残念ですね、それね、どうやってたのかな、クライアントさんに聞くしかないですね、それはね、はい、じゃあ次お願いします、図面はね、これ、あと実はあのかなり私が自信持ってるんで、ね、倉俣事務所入って図面を見たときに、ちょっとびっくりをした。つまり、ダメだったってことでしょ、それはあのスーパーポットでも全滅だったんですよ、図面描けない、そうなんですね、よく私の図面がだからポテトのどっかにもあったらしい、なんで実は入って小山さん、例えばねの使うものはホルダーなんですよ、ステッドラ、それをピンピンにとんがらして割と抑揚のない線で描く、私は実はシャープペンなんですよ、で最初倉間さんの事務所入ってた時シャープペン使ってるって言えなくて、で倉間さんがいる時は私もホルダーで書いてて、倉間さんがいなくなると自分のこうやってシャープペンの仕事って書いてだからシャープペンの紙自分で自前で買ってたんです、シャープペン紙の方がいいんですか、私はね、線を均一でしてるから、あそうか、そうです、ステトラーはこうやって回転させながらね鉛筆を、まあ、シャープも回すんだけど、そうやって書いてるうちに、今倉間さんに要するに さっき言ったようにミリ単位の話になってくるわけですから、例えば当時ココマットっていうの、こうヤシのマットですね、でそれがこうあってやるときに、倉間さん1ミリを問題にされてるのに、ココマットってカタログデータ14ミリなんですけど、後ろヤシだからこうなってるじゃないですか、どっからですかって私どっからこれなんですか、倉間さんがうーんってだんだんそれで図面を変えていった、であと伝説で言うとあの本当に寸法を決めるとき倉間さんは、こうやってここでそれを我々は測るんですよ、はい、
で私独立してから私もちょっとカッコつけてスタッフの前でやってみようと思ってこうやったんだけど止まらなかったねあれで、うん、でも倉本さんは大体こうピッと止まるんですよ。それはハンドルの位置とかそういう。あ、そうなん。倉本さんの寸法ってだから少し妙ですよね。でそれも倉本さんは要するになんでテーブルが70センチにしなきゃいけないんだっていうあるんですね。だからピッてやると倉本さん68センチ。ああ。うん。そうやって寸法を決める。へえ、温度と寸法あるんだ、ね。だからさっき言って一番最初に言ったビールの、うん、ああいうことって本当に倉本さんの中であるんですよ。それ何度かっていうのは分からないですね。分かんないですね。やってみたいですね。だからそれで図面を全部そういうふうに倉本さんの仕事って見えないんだけど、やっぱりその後ろ方にある体、身体の反応みたいなところ、と繋がってるのかもしれないね、でも見えないんだけど本田さんは68センチで言えるから、うん、それはもうすでに数値化されてますよね。で近藤さん近藤事務所に入ると68センチだって言って、うん、なんで68センチかわからないんだけどその68センチって言われたらそれが当たりみたいな、うん、で全部あの、まあ、モドリックの2520っていう直径19ミリのアルミの引き手があるんですけども、これは必ず扉の16ミリ16ミリの位置につけなきゃいけない。ああでそれは何でですかって、これが一番美しいから。ああ一回試しにそれ模型でもいいから皆さんもやってみたら本当に綺麗ですよ。ああ、うん、すごい。ですからコンセントプレートの位置も全部決まってる、はい、いくつか壁からいくつ離すか高さがいつか。うわあ、もう一回見てみたい。全部。そうすると変な話ですけど、はい、実は簡単なことのようで、例えば下地の軽鉄が当たっちゃう、そうですね、なんていうときは、どっちを直すかっていうと下地を直す。うわ、本当ですか。でこれはもうね、本当に一番すごい話をもう時効だからするとですね、パルコでね。え、パルコ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 、はい、うん、ダウンライトの位置って、はい、全部倉間さんが決めるんですよ。だからその倉間さんの決めたダウンライトの位置に実はすごいことでスプリンクラーからなんかで全部絡むんですよ。移設する。移設するんですか。すごい。全部。それどうやってやるんですか。いやいや、それはもうお金かかるんだよ。ああ。でも全部移設するわけですよ。だからこういうことはありえない。で、パルコである時やった時に、当時は今みたいにヒートポンプじゃね、ダクトですから、ダクトがあった。それにダウンライトが当たっちゃう。で、石丸さんとですね、夜中に。ダクト穴開けたんですか。ダクトに穴開けて。ダクトに穴を開けて茶筒を作ったやつをパカッてはめて、それをでダクトの上に塞いで、そこにダウンライトつけてる。かっこいい。それあのバレちゃいけないんで、それ全部夜でやる。深夜工事でやる。で優先は倉本さんの決めた寸法が優先。そうです。全部そうです。僕はその茶筒の神話って聞いてる。単純なことだけど、やっぱりそういうふうにやると綺麗なんですよ。わかります。だから僕らも写真撮りに行って、なんでこれずれてんのかな、バッカ野郎とかっていっぱいあるんですよね。でもうしょうがないんです、しょうがないんですみたいなことしか先に言わないんですよね、うん、あれもう本当に。だからできませんって言うと近藤君は誰の味方ですか。いや、そういうんではなくて、気持ちいいな。これね、この質問者は鈴木範之さん。これはね、わからないです。わかんない。でも、多分、相談をいろいろと、田中さんとは、倉本さんは、うん、まあ、一番の大親友でしたから、いろいろな相談をしてたと思います。ですから、うん、田中さんにこういうデザインを相談したというふうには思わない。いろいろな二人の話をしてるうちに出てくる。で、これ、すごくやっぱり面白いのは、さっきのね、3愛のショーケースじゃないけども、ショーケースってそれ長谷川さんが書いてますけども、すごいかわいそうな存在じゃないですか。商品目立たせて自分は姿を消してなきゃいけないでしょ、うんうんうん、それって存在がない、存在してるのに存在がないっていう存在じゃないですか、ね、それと似てると。そのあ、うん、これカプセルをアクリルで作ってるんですか、透明の。で中の商品だけが見えるっていうのは、私の考えればそのショーケースを3階でもう嫌っていうほど作って、ショーケースだけ当時は対面販売しかないわけですから、うん、置いていた。
でそのショーケースっていうのは実は商品が目立つんで重機は目立っちゃいけないけども、うん、そこに倉松さんは自分の意思としてそのアームを悪党で、でも その話ね、ちょっと後の質問出てくるんですけど、うん、そういう観点、うん、マルセル・デュシャンの影響はあるって、うん、もう絶対に言われるんですけど、倉松さんの、まあでも影響っていうより当然一番最初クワザーに行った時に具体を見に行ってるわけですよね、うん、そこで衝撃を受けたってことはもうはっきり言ってますから、うん、だから私はよく出てくるそのジャッドだろダンフレリンだろなんだろうっていうのは別に何の関係もないと思う、うんうんうん、たまたまそうなってって、うん、同じ世代でどう見ていたものがそこに出てくるそうです、ね、っていう気がします、うん、だからあの映画もそうですよね、うん、まあ、あの私がいた頃は例えば2001年宇宙の旅スタンリー・キューリックのあれのやっぱり宇宙船の内部が、まあ、のデザインがすごい気になったけど、うん、置いてある家具がエアボーンでがっかりしたとかね、そうそうエアボーンねでがっかりしたとかですね、うん、まあ本の話も突然、まあ、この間もちょっと私のフェイスブックで、ね、あの倉松さんのうちに大きなレモンの木があるんですけども朝いきなり近藤君さレモンって漢字で書けって言われて、うん、一番コミットしてて、すみません書けませんでそれは家人元塾のレモンを読んでたんでね、だから倉松さんと事務所でいるときに何かコミュニケーションを取るというのはデザインというよりもその周りで倉松さんがいろいろ興味を持っていることに対して同じようにこっちも一回見ておかないと、うん、一回キース・ジャネットのケルンコンサートって、うん、朝から晩までずっと1日昔のレコードでこう戻ってくるのしてます、うん、そうですね、おとりさん、はい、1日聞かされた時はね頭がおかしくなりました実はだからそういういろんなものをやっぱり見てるっていうのはあったけど、あと倉間さんなんかあの割とこだわった本とかってあるんですか、うん、いや本はねだからいろいろですよ、一番面白いのは、最後の方福岡正信さんって「わら一本の革命」って言って自然農法の、ね、ああはいはい、うん、これを読んだか読んだかって盛んに言われましたね、それがもう晩年の何か筒井康隆さんは多分同い年だったと思って、うん、であの SF 的なああいうことも好きだったし、うん、まああのジャンルこだわらずよく読んでました、うん、酒の飲み方はねさっき言ったようにバルボンでハモられないという、うん、決めたらあの倉松さんって一つこうだと思うとずっとそうなんですよ、うん、だから例えば私が行ってくる頃にお昼ご飯どこに食ったら、まあ、あの風味ってあの、はい、今あるじゃないですか、うん、で風味に行き出すとずっと風味、うーんね、で今日は、まあ、あの中道康二郎さんが、近藤さん服何人ですかみたいな話になったけど、いやそうで倉松さんは、いつも白の T シャツにリーバイスのジーパン、で靴は吉野っていうところでオーダーしたブーツを何足も事務所にあって、同じですよ全部、あれウエスタンブーツでしたっけ、ウエスタンブーツではないんだ、あ違う、うん、それ同じものを着るし履くと、そうなんですね、でも趣味っていうのはないっていうふうに自分で言ってたし、物を集めるのは嫌いだって言った、あ嫌いだっていうかこの物を集めちゃダメだって言われた、そういうことがありますね、ゴルフはやらなかったよね倉間さんもね、実はあのちょこっとやってた、あそう、だからさっき言ったおばあきゅうを作りに行った時、うん、その昼にトランクからクラブ1本も出してそこにボールを置いて2人で待って言ったりしたけど、まあもうコースには行ってなかったね、うん、今 の, せあの瀬田にある木下公園の昔にゴルフ場だった、 あそこでやったことあるらしいです、それは初め初耳に、まあ、デザイン業界ではゴルフ流行ったんですね、みんなね、うん、それはオタクのボスだ、うん、そうそうでも野球好きでした、野球、あ野球好きだった、野球好きでしたよ、よくあの、事務所の前が坂になってるんですよ、あそこで昼休み私がキャッチャーやらされて、学生とやるときにピッチャーが
サイドスローでしたけどね。あ、まあ、これはさっきお話にも出たので、そっと刺す、うん。やっぱり影響あったんでしょうね。いや、私はお互いにあったと思うんですよ。あの、ショットさせるにも、倉松さんは影響を与えてると思う。うん、あ、これはいいですね。はい。はい、じゃあ、最後。あ、もうあれ、時間過ぎたんですか？もう過ぎてる。あ、そう。大丈夫なんですか？で、これを最後で。で、これ、うん、こんな質問するのやって思うじゃないですか。うん、なんだけど、あえて。あの、今日、正直、ここで私が伝えたいことっていうのはですね、いつも倉松さんのデザインって一体何だったのかっていうと、やっぱり、今一番デザイナーの皆さんにたくさんいらっしゃるからあれだけども、問題はやっぱり社会との関係だと思うんですよ。で、最後に披露したいのは倉俣さんが1973年か、実は最高裁の、模型が出たんですね。最高裁って今の最高裁判所です。当時岡田真一さんという建築家がコンペで撮った仕事です。これが、模型で出た時に、最高裁判所模型を見ての直感的器具っていうので実はあの踏襲してるんですね。で、ものすごく危険なものを感じるということを出して、一回これボツに乗らなかったんだけど、実は建築家の宮脇真由美さんがこれは重要であるっていうので、もう一回新建築に紹介して、実は新建築に乗ったんですね。で、倉松さんとさっき言ったように昭和9年生まれで、子供の頃に、小学校になる頃に突然、軍国主義に会うわけですね。で、右向け右、つまり、同じことに対してものすごい危機感を持って出した。同じことをする。なんで倉俣のデザインだって違うの、人と違うのとかね、なんであんなことを考えるのっていう原点になってるの。何があるかっていうと、倉俣さんの中には常にそういう、実は危機感があって、この文章のその当初の最後のところも、このままでいくと非常に危険な匂いを感じるってことを、書いてるんですね。そして最後に、今これに対して口を閉ざすことなく語り合わねば時間喪失、時期喪失の恐れがあるのではないかというのが最後なんですよ。うん、ものすごくそういうこと、同じこと、うんうん、だから引き出しが、例えばみんな違う形をしている引き出しの高さが全部違う、それはいろいろ語られてますよね。引き出しっていうのは入れるものから考えるのか、そうやってデザインなのかと。倉本さんやっぱ同じっていうことに対してものすごいやっぱりあの感じるものがあって、同じデザイン、人と同じデザイン、まあ、今みんなが逆に言うとこの SNS でつながって同じであることが価値である、まあ、このどの学生もみんなそうですけども、人と違う差別化を求めるよりは同じ時間同じ空間を生きてるってことが重要である。クライアントにもですから、仕事で私なんかもそうですけども、差別化、全然どこにもないことをやりましょうって、もいやそうじゃなくてっていうようなことになってくる。で、そういうことに対して実は一番こう入門視してデザインをしたのが倉松さんだと。だからいろいろな見方はあるけども、基本的に言うとその問題ですね。だから物がなくなるってことは倉松さんはもう織り込み済みで、やっぱり倉松さんとしては自分の考えたそういう危機感みたいなことを残していきたい、でそのために当時あった手段が写真と言葉ですよね、だから実物はなくてもあれだけ写真をこだわって、実は残していったっていうことも含めて、現実的なデザインが残るってことにも自分のやっぱり、精神なり考え方っていうものが後世に残っていっていけばいいんではないかっていうのが、倉松さんも考えてたことだというふうに思いますね。
まあ、今割とデザインでそういう話が、できないしない、ね、考えないみたいな時代かもしれないけども、少し、まあ、倉俣さんをもう一回こうやって考えてみるみたいなことをやっていくときに、そういうことも見ていただくといいのかなという気がする、というのが今日一番私は伝えたかったです、はい、ありがとうございました。倉俣を語る4回やったんですけど、まあ予定調和的にどういう話になるかっていうのは、まあ、最初から予測してませんでした。で、4回やって、まだまだ話し足りないこともたくさんあるはずなんですが、ぜひやりたかったことはですね、倉俣さんについて本を何冊かも出てますので、そうじゃなくて、このいわゆるインテリアデザインに関与している内部から倉俣さんについて議論をするって場面があまりもなさすぎたので、今回そのデザイン団体である日本小環境デザイン協会で倉俣さんを語るというものを内部からやろうというのが、まあ、今回の目的だったので、その目的は少し達成することができたかなと。で、最後近藤さんが今後のデザインどこに向かうか具体的な話とかってないんですけども、まあでも一番大事なことは言葉書いて言うと、ステイハングリー、ステイフーリッシュみたいなことかな、これはね。というようなことが、我々の業界に継続して大事なんだっていうことを、まあ、指摘されたかなと思います。で、お二方、今日はありがとうございました。いえ、近藤康次郎さん。康次郎さん、はい。ありがとうございました。近藤康次郎さん。ありがとうございます。ありがとうございました。で、今回でですね、4回を終えて、オンライントークは4回でおしまいにしようということなので、これで一旦終わりにします。で、この結果はですね、レポートとしてもうすでにまとめ始めてまして、1回、2回、3回、4回。で、それを、まあ、DCD が60周年記念ってこともあるので、11月ぐらいまでには、記念ブックみたいなことを作ろうと思ってまして、その中に、掲載する予定です。で、それは、まあ、JCD のメンバーは見れるんですけど、そうでない方々には、ホームページ等で読めるような形を、まあ、考えたいなと思ってます。で、それから予告としてですね、6月に、公開シンポジウムを最後にやろうかというふうに思ってたんですが、まあ、ご承知のようにコロナがこういう状況ですので、公開のシンポジウムはできないということなので、残念ですけども、その公開シンポジウムは諦めます。で、すでにパリにいる種剛さんとかに声かけて、ぜひやりたいとかっておっしゃっていただいてたんですけども、それは諦めます。まあ、今後、11月までの間にですね、場面がうまく巡り合えば、何かしらの形で、この、倉俣を語るのを、ちょっと延長戦みたいなことができれば、やりたいなと思ってますので、それはまたその時にご案内、差し上げたいと思います。で、一応今回ですね、今日お二方を含めて14名の方にご参加いただきました。で、改めて名前を申し上げますと、第1回目はですね、鬼木さん、平畑さん、渡部さん、米谷さん、それからファシリテーターで鈴木則義さんに登壇いただきました。で、2回目は鈴野さん、芦沢さん、二つ又さん、ファシリテーターで長谷川さん、かなえさんにお願いして行いました。で、3番目はついこの間、家具にまあ比較的特化した形で藤森さん、倉本さんで、ファシリテーターで寺田直さんにお願いして終了し、今日4回目が、近藤さんと、まあ、やっと戻られましたね、中道さん。はい、中道さんに、ちょっと剥がしていただいた。やっと戻られました。やっと戻ってきました。間に合いましたので、開催することができました。本当にありがとうございました。はい、で、この4回を開催するにあたっては、今日画面のそちら側にいらっしゃる、
方々の、あの、もう尽力なしにはできなかった、もう裏方話をすると大変な思いをして、あの、今日も実は午後2時から準備をして、たどり着いたっていうことを毎回繰り返しました。で、一応名前をお呼びします。前に出てくると大変だから名前をお呼びしますね。委員としてはですね、あの、ルビオ岩崎さん、それから剣持さん、大原さん、水谷さん、中村さん、木村さん、佐藤さん、それと、委員ではないんですけど、この映像の配信とかで、すごい尽力をいただいた、高谷さんには、本当に大変お世話になりました。あの、めんどくさい、あの、コミュニタ、あの、この、情報発信に、この高谷さんなくてはちょっと無理だったということもありましたので大変お世話になりました。で、以上をもちましてですね、本日終わりにしたいと思いますが、その後、ご連絡がちょっとありますので、ちょっとどうぞ。はい。あの、言い忘れちゃったことをもう一回伝えますと、この会場は、東京デザインセンターの5階のクラフテッドギャラリーというところを、会場でずっと4階ともにお借りしております。東京デザインセンターの船引さんには、そういった形で、この私ども JCD、毎回、いつも大変お世話になって、協力をいただきました。大変感謝申し上げます。ありがとうございました。